日本に伝わるお料理を、モダンな盛り付けをしてですね、お客様の前でも一つ手を加えたプレゼンができるよう心がけております。開店当初から調味料にはこだわっておりまして、宮崎産の甘口醤油、京都の味噌、岐阜の3年間熟成させたみりん、石川県の寿司塩を日本から取り寄せております。築地でマグロの卸業者をやっておりまして、常日頃からみんな集まっては美味しい刺身が食べれたので、まあ実家の方でもうちの両親が小料理屋をやっておりまして、自然とこういった料理の世界に溶け込めたってことです。こちらに住んでるとそうなんですが、海鮮物、鮮魚が恋しくなるので、中部あたりですかね、石川県、日本海側の鮮魚、新潟、三重、愛媛あたりの貝類系も恋しいですね。日本には地域ごとにいろんな特産物がありますので、いずれはその日本からの日本食だけではなく、どこ産の食材っていうのがニューヨークの方々にも浸透するように広められるよう努められたらなと思っております。